見事ミューをクイーンカップ制覇に導きました鈴木圭介騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今勝利してまずはどんなお気持ちでしょうか。まあ、本当嬉しいです。この馬とは今日2度目の騎乗でしたけども、はい、レース前はどんなことを考えていましたか。そうですね、まあ、最近ずっと乗ってなかったんですけど金層のレース見てて、まあ、勝ってはいないんですけど、まあ、いいレースの内容をしてたんで、まあ、もしかしたらチャンスあるかなと思って騎乗しました。今週から冬仕様の馬場になって今日のレース、始まりましたけども、スタートしてから道中の手応えなどはいかがでしたか。そうですね、本当ゲートは行って一生涯超える時ももうスタートダッシュも良かったですし、まあ、道中の手応えも良かったし、まあ、障害ちょっと天板ちょっと苦しいかなと思ったんですけど、まあ、うまく上がって降りても本当、まあ、最後まで本当頑張って歩いてくれました。今日乗ってみてミューのいいところ鈴木騎手どんなところに感じましたか。そうですね、本当馬は真面目でもうまっすぐな馬で、まあ、いい馬だなと思います。そしてこの重賞勝利で鈴木圭介騎手重賞100勝目となりました。達成して今どんなお気持ちでしょうか。いや本当嬉しいですし、本当、まあ、ファンの応援があったから出た記録だと思ってます。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。またこれからもまた重賞とかたくさんあるんでファンの皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。鈴木圭介騎手でした。ではサインをお願いいたします。ありがとうございます。